い、どうもどうも、東京のもかげーホームラン、ありがとうございます。今ね、これ、さっき開けたやつ。ね、買ってきました。買ったよ、これ。ね。最後の動画になります。こちら、ドーン。これもね、ジャンクです。ごめんなさいね、中身はね、バラバラですという。開けたい、見たいと思います。先ほどのはですね、バスケットボール。ね。NBA のカードが半分入ってましたね。負けられましたね。はい。もうここまで来たら取り直しきません。さっきのくしゃみしたともう一回やろうとかっていうのは、もうなくなるということですね。めんどくせえ、こんなね、サランナップみたいなね、ハサミ入れてね、口に開かないんですよ。今回ね、ちょっとね、テンションが、実はね、もう見えてた。なんか野外の駐車場みたいな感じでポーズを取ってる女性がいらっしゃいますね。なんかね、レースクイーンですか、ね、おーセクシー、おーワンセクシー、トゥーセクシー、スリーセクシー。これちょっとキリがないからね、もう焼けしないように傘さしてます。さあ、レースクイーンの方かな、これね。ね、なんか土手みたいなとこでみたいな、違うの、レース場なんだよね、レース場ね、こういうね、モータースポーツのことかな。ね、ほら、なんか、潜水ですね、おへそ出しちゃったりして。ね、お母さんにそんな格好で寝たら、風邪ひくわよ、お腹痛くなっちゃうわよ、みたいなね、いう感じですかね。はい、同じようなカードがですね、もう決め顔でございます。もう、名前もちょっとごめんなさい、わからないんですけど、先生、お腹出しちゃって、おへそが出てるよみたいなね。もうね、暑いわっていうことね。傘持っちゃったんですね。いいですね。あ、こんな感じでね、全部だな、これ。この辺全部光ってる感とかないのかな、これね。ほら、もうレースクイーン。車に寄りかかっちゃった。自分ちの車でやったら大変だわ、この野郎みたいなね。気づくんじゃないかって怒られちゃう。もうやっちゃうよね。レースクイーンでやってる。怒られないから。ほら、自然の中、山ですね。枯草で。ここでじゃあちょっとやめとくか。ね。時間ない、ないのか。はい。じゃあお願いします。さ、ね。なんか、すごいですね。感じが、ほら、もう、な、ここ、真ん中いて。イエーイ！あ、この人も、ほら。イエーイ！いいですね。ほら、大変だ。ほら、何この靴みたいな。キャラクターみたいな。コスプレですか？ほら、もうこれ歩きづらいだろうね、これ、もう。こんな、なんかぬかるんだよなとこで。なんかね、このルーズソックスを感じさせる感じですね。あれ、これひょっとしてこんなんばっかかも。あれ、なんでこれだけスリーブに入ってるんでしょうね。なんでなんでしょう、これファンだったのかな。なおさんかね、なんでこれだけスリーブに入ってるのかちょっとわからないです。あとはね、全部入ってるんですよ。袋ですね。お気に入りだったのかな？お気に入りだったのかな？もう前もってたもんね。まあ、ひょっとすると、こういうのってほら、ブレイクする前に、こういうお仕事やってたのね。よくいるじゃないですか。そういう人がいるかもしれないよね。ひょっとしたら、ね、有名になる前、グラビアとかする前に、売れる前にやってた。元レースクイーンって言いましたもんね。まあちょっとパッと見で急ぎで見たりわかんないけど、こういう人もひょっとしたらいるかもしれないですね。宝になったりするからね。もうお腹を引っ込めています。お腹を引っ込めて写真を撮ってます感じがね、感じしますよね。もう足をちょっとでも長く見せる、いいですね。なかなかいいですね。俺一人で眺めちゃった。
本当に、こんな感じですね。ね、可愛らしい感じが、こんな感じで、いっぱいでございます。光ってるカードありませんね。これなんつうんだろうな。あ、なんだこれ。ギャルズパラダイスシリーズですね。だからちょっとね、メイクがね、あんまりこういうの言ったら失礼かなと思うから、なんていうのかな。これはギャルズパラダイス2003って書いてある。2003年です。今っぽくない感じがちょっとやっぱ合ってたんですよね。でもこのギャルズパラダイスのカードですね。全部でしたね、結局。全部でした。全部これで300円ですね。ギャルズパラダイス。ってことでね。ということで、ギャルズパラダイス300円でした。こんなにいっぱいありました。ありがとうございました。以上で終わりです。どうもどうも、東京どうも、かげーり。ありがとうございました。さよなら。ギャルズパラダイスしか入ってなかった。ジャンクなので、ありがとうございました。さよなら。どうもでーす。